こんにちは、松永です。今日は矢比津峠に来ています。はい、先ほどね、あの矢比津峠、タイムトライアルしてきました。はい、ね、撮影ということもありまして、いろいろ荷物を持っていただいて、まあ、ちょっと頑張って走ってきたわけなんですけど、気持ちよく走りましたね。はい、矢比津峠というとロードバイク、特に、ヒルクライムを、ね、好む方は、まあ、ではお住まいのエリアにもよりますけどね、あの関東近郊に住んでいる方、一度は来られる方が多いんじゃないかなと思いますけれども、矢比津峠周辺のですね、おすすめヒルクライムスポット、こういったものをですね、今日は紹介していきたいと思います。はい、まずはね、あの矢比津峠と言いますと、神奈川県の秦野市からですね、登るルートが一般的となっておりますね。秦野駅はですね、臨港で来られる方もね、たくさんいらっしゃいまして、臨港で秦野駅から、まあ、有名なね、長抜きという交差点がありまして、あれ実は地元の方はね、なこきって言ったりする人もいるんですけど、まあ、長抜きのね、有名なセブンイレブンがありますけど、秦野駅からそこまで、まあ、大体5分ぐらいですかね、割と近いんですけど、まあ、その秦野市側から登るルートを表矢比津なんていうふうに言ったりします。はい、でここはね、一般的にかなり有名で、まあ、トレーニングに使ったりとかサイクリングに使ったりとか、そういう方が多いですね。で、矢比津峠を越えますと向こう側に下れます。はい、今はですね、今日が11月25日なんですけれども、今日現在は通行止めという状況でしたね。向こう側へ、降りるルートが裏矢比津というふうに言ったりしますね。向こうへはですね、宮ヶ瀬湖の方へ降りて、またそっちもサイクリングを楽しめる、エリアになってるんですけれども、逆に向こう側から、その宮ヶ瀬湖側から登ってくる方も大勢いらっしゃいますね。向こう側にはですね、何があるかというと宮ヶ瀬湖があったりとか、それからこれもロードバイク乗る方には有名なんですね、荻野パンというパン屋さんがあったりとか、あとはスタンプっていうね、ステーキ屋さんがあったりとか、まあいろいろと適度なアップダウンがあったりとか、美味しいお店があったりとか、そういったエリアになっています。でせっかくね矢比津に来てますので、あとはこの辺の、スポットを紹介しますと、足柄峠、と言いまして、これはもう少し西側に行った、エリアですかね。臨港で行く場合は新松田、小田急線の秦野駅よりもちょっと先ですね、小田原寄りになりますけれども、この辺から、足柄峠登ったりだとか、オリンピックのコースにも、ね、一部なりましたけれども、明神三国峠、こういったところもですね、すごく、まあ、ヒルクライムのスポットとしては有名ですね。でこちら側から明神三国峠を越えていきますと、山中湖へ行ったりだとかね、そのまま道志道へ行ったりとかして、ぐるーっとこうね、まあ、かなりね長い距離になると思いますけれども、ロングライドという形で楽しんでる方が多いのかなと思います。なかなか初心者の方ですとね、どういう風なルートで行ったらいいのかわからないことも多いと思いますけれども、いろいろと今はね、ツールがありますので、まあ、何度かお話出てるストラバを使ったりだとか、昔だとねルートラボっていうアプリがあったんですけどね、今はなくなっちゃいましたけど、まあ、そういったものだとか、あとはどなたのかのねブログを参考にさせてもらったりとか、そういった形でいろいろとねルートを組んでいかれるといいと思います。あとはサイクルコンピューターにねナビゲーションシステムがついてるものが多いですから、少し高価なものになってくると思いますけど、自転車を買った後にですね、いろいろとそういったツールを揃えていかれると、サイクリングももっと楽しいものになってくるんじゃないかなと思います。あとは最近足柄の方にですね、足柄って神奈川県の足柄上郡、がですね金太郎の町なんですけど、岡山も金太郎の町だと思いますけど、何か由縁があってですね、足柄は金太郎の町なんですが、金太郎ラインっていうのはですね、確か少し前に開通して自転車も走れるらしいので、そこはですねちょっと行ったことないんですけども、足柄峠とか明神三国峠などを絡めながら、今度僕もサイクリングしたいなと思っています。はい、特にね明神三国峠っていうのはかなりきつい峠でして、僕も、一度行きましたけれども、かなりきつかった覚えがあります。
はい、なので慣れてこられたね、ヒルクライム好きな方はぜひチャレンジしてみてください。まさかね、あそこをオリンピックの選手が走ってると思うと、結構やっぱり興奮を覚えますけどね。はい、そんなところですかね。あとはね、海沿いの方に行くとね、いろいろとまたありますけれどもね、この辺で言うとそんなところでしょうか。足柄峠はですね、実は結構景色も良くて、そんなにきつくないので、初心者の方にもおすすめです。まあ、ただ矢筆峠はですね、道も整備されてますし、走りやすいと思います。やはり一部ね、道幅が狭くなってきたりするところもありますから、特に下りは注意してもらいたいところですけれども、地元民としてはですね、ぜひ矢筆峠まだ走られてない方は、チャレンジしてみてほしいなと思います。でね、こういう菜の花峠がありますから、ちょっとのんびりしてまたどっか行くなり楽しんでもらえたらなと思います。はい、では矢筆峠とその周辺にあるヒルクライムスポットを少し紹介しました。言ってもですね、僕もそんなにたくさん知ってるわけではないので、こんなとこいいよっていうのがありましたら、ぜひコメントもお待ちしております。行ったことないところがあれば、ぜひ僕もチャレンジしてみたいと思いますので、はい、コメントお待ちしております。よろしくお願いします。